プロ野球巨人1、2広島延長10回、22日東京ドーム、広島は今季東京ドームの最終戦で巨人に逆転勝ち、首位攻防戦を勝ち越し58勝44敗の今季最多タイの貯金14都市巨人と2ゲーム差とした。1対1で迎えた延長10回、巨人3番手、ケラーに1死後、菊池が四球、代打、秋山がライトへツーベースを飛ばし1死に、 三塁から代打、上本は浅い中肥も矢野がレフトへタイムリーを流し打ち、2位と勝ち越した。10回裏は守護神、栗林が無失点で締めて33セーブ目。秋山がベンチ、スタメンは1番センター、野間、2番ショート、矢野、3番サード、小園、4番ライト、末金、5番キャッチャー、坂倉、6番ファースト、道林、7番レフト、 中村翔、8番セカンド、菊池、9番ピッチャーアドゥアのオーダーを組んだ。巨人の先発、戸郷に1回、野間は中飛、矢野は空振り三振、小園はごろと三者凡退に終わる。先発、アドゥアは今季15度目の登板、試合前まで6勝3敗、防御率3.13。前回の8月6日、巨人戦、東京ドーム、 は9回を133玉、3安打、3死球、3奪三振の無失点でプロ初完封勝利を挙げた。今季の巨人戦は3度目、2勝0敗、防御率1.93だった。アルワアは1回、丸に左安打、吉川のギ打で1死二塁からモンテスを3郎、岡本和を中飛と無失点での立ち上がり。アルワアは2回、大城拓に死球、 坂本に中安打で無視一二塁から門脇を差し、浅野に中安打で一死満塁も号を三五郎併殺打に仕留めた。打線は三回まで道林の死休のみで都号にノーヒットに抑えられる。アドアは三回西からモンテスと岡本は二連打され一、三塁も大城拓を東五郎に打ち取った。四回の攻撃で先頭、矢野が右安打も小園は中飛。 末金は夕頃閉札だと後期を広げられなかった。アドゥアは4回、坂本と門脇に連打、浅野を土佐と里のギ打で西に、三塁も丸を空振りに取り毎回、得点圏に走者を置くも無失点に抑える。5回の攻撃で一死から道林が二内安打も中村進は空振り三振、菊池は左飛に倒れた。アドゥアは5回、 吉川、モンテス、岡本はの上位打線で初めて三者凡退に抑える。だがアドゥアは6回一死から坂本と角脇に連打され一二塁から朝野にセンターへタイムリーを運ばれ一点を先制される。都合にギダを決められ二死に、三塁で2番手、堀江に交代。堀江は丸を遠飛びに抑える。アドゥアは5回三分の2を88玉、10安打、一死球。 4奪三振の1失点、自責1、で降板。7回の攻撃で小園は佐日、末金は空振り三振、坂倉が優内安田も堂林は空振り三振に倒れた。7回は3番手、森浦が吉川を遠ごろ、モンテスをうひ、岡本は大佐日と3人で退ける。打線は8回、中村進はセーフティーバントのところ、菊池は空振り三振、代打、 田中は二頃と朝日三人で終わった。八回は四番手、黒原が大白拓を空振り三振、坂本を見逃し三振、角脇に死球も浅野を空振り三振に取った。九回、巨人の先発、戸郷に野間は左安打で代走、はつき、矢野のギ打で一死二塁から小園がセンターへタイムリーを弾き返し一対一の同点に。変わった二番手、 大勢に末金が東五郎、坂倉が申告敬遠で西一二塁も同林は三五郎に倒れた。9回、5番手、東内が代打、立岡を中飛、丸西休、吉川をさひだが途中出場。お声の打席で冒頭で二塁に丸が進み、お声に左安打で西一、三塁から岡本はを三五郎に抑えた。東内は8勝目、六敗。